ベネズエラに18年間も住んでました。はい、皆さんこんにちは。レナです。サガです。AT ブログです。今日はコロンビアのハレディンという町に来ました。後ろに町の教会めちゃめちゃ可愛いっす。ちょっとまた後でね、歩きながら見せますけど、めちゃくちゃいい町です。で、まあ2人でじゃなくて、私のドイツにいる家族のコロンビアに住んでいる友達と一緒にこの町に来て。レナのお母さんってまあゴリゴリの純粋なドイツ人なんだけどだよね。まあ生まれがベネズエラっていうね。私のおじいちゃんとおばあちゃんがベネズエラに行って、そこで私のお母さんを産んで、お母さんがベネズエラに18年間も住んでました。そう、だからもう半分ベネズエラ人みたいなもんだよね。おじいちゃんおばあちゃん両方ともドイツ人だから、お母さんはドイツ人だし、まあレナも普通にドイツ人、ゴリゴリドイツ。だからなんかベネズエラの血が入っててクォーターとかではないんだけど、まあそういう関係で、まあ、この南米のベネズエラに知り合いが多くて、ドイツ人のね。で、最近ベネズエラって治安的にめちゃめちゃ悪くなってるから、お金を持ってる人が基本的にみんな早めにベネズエラから出て違う国に行った。そういうこと。私の家族の友達が隣のコロンビアに引っ越しました。で、俺らが今コロンビアにいるからちょっと連絡取って、で、今ここの町来ました。そういうこと。それは私の短い歴史そうだね。あれ、ちなみにレナはね、ちっちゃい時にお母さんがスペイン語ちょっと教えてくれたらしいんだけど、頭がアンポンタンで覚えられなかったらしいです私に教えてくれなかったから、私はスペイン語が全く喋れない。ということで、ちょっとこの街めちゃめちゃ可愛いから歩いていきましょう。バイバーイ。はい、今街の中心をプラプラと歩いてる。まあね、町の中心、まあ、広場があって教会があって、で周りにオープンカフェみたいなのがめちゃめちゃ多く広がってて、でみんなコーヒーを飲んでるって感じかな。まあ、そもそもさ、この教会めちゃめちゃ可愛くない？なんか見たことないデザインなんです、ね、そう。車、なんかバスみたいなのもある。それもカラフル、全部カラフル。この犬見て、めちゃめちゃ可愛くない？寝方。ワンちゃん可愛い。レナが寝てる時の顔と全く一緒だよ違うと思う。おはようございます。おはようございます。今からはこのラガルチャという、なんかちっちゃいボックスに乗ってこう山を登っていきます。ちなみに中はこんな感じ。かわいいね。なんか豚小屋みたいもう本当に横幅1メートルで長さ2メートルぐらいの木の箱。そう、箱に山だからこうやって気をつけて。うわー、気をつけて。オーマイガー、マジで怖っ。バンキ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 。今ね、上まで上がってきたんだけどね、めちゃめちゃ綺麗。景色がすごい。見てよこれ、すごくない？なんかもう街がちっちゃすぎて、端っこから端っこまで全部見えるっていう。そうだね、ちっちゃいよ。この上からはこう、街ね、街全部が赤レンガで統一されてるから、めちゃめちゃ綺麗。うん、
で真ん中はでかい教会。すごいよね、一個の集落っていう感じだよね。本当になんかどんどんね、最近ツーリストが増えてきてるって言ってたから、もしね本当にありのままのこの街の姿を見たい人はね、早く来た方がいいと思います。そうだね、ずっとこのワンちゃんついてくるよ。やっぱりついてきたね、お前。さっきからついてきた犬、お風呂入ってる。暑かったんかな？お風呂入ったね。もうなんかお前友達みたいになってるやん。な。ハロー。結局町まで一緒に降りてきたね。バイバイ。はい、ということで今ねレストランにランチを食べにやってきました。ああ、歩くのが長かったから疲れてやっと座れた。来ました。多い、コロンビアの、コロンビアのビーフ、ベイビービーフっていう 300g、700円ぐらいよね。多いわ。いただきましょう。はい、ということでお腹いっぱいになりました。食べ過ぎた。めちゃめちゃお腹いっぱい。レナが一人で 300g 食べないから、結局俺 450g ぐらい食べて、でもね、めちゃめちゃ俺はね、美味しかった。レナはあんま好きじゃないって言ってたけど、海外のお肉って日本のお肉と違ってパサパサしてるじゃん。いい意味でタンのお肉みたいな、表現が悪いけど、なんて言うんだろう、なんて言ったら美味しく伝わる、わからない。まあパサパサしてるわけですよ。でなんか脂身が少ないからサクサク食べれちゃうっていうのが、まあ、海外のステーキのあるあるかな。でこの後ね、もうバスに乗って4時間でまたメディーンという街に帰る。そう、ということで帰りおすすめです。めちゃめちゃおすすめ。もしこの動画が楽しかったっていう人はね、いいねボタンを押してください。はい、ということでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。コロンビアで2番目に大きな都市、メデジーンっていうところに来てます。もうそれぐらいメデジーンは辛いです。坂の街、山の街。初めてのケーブルカーがメデジーンで2004年を、で山の上にあってね、景色はめちゃめちゃ綺麗。